ド軍の不安一周、パドレスに負けると思っていた。大谷が PS の空気変えたワンプレーに同感の声。米大リーグ、ドジャースは30日、日本時間31日、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第5戦に7対6で,でしょ。通算4勝1敗として、世界一に輝いた。チーム一丸となって難敵を次々と撃破して掴んだ頂点。 ネット上のファンは、大谷翔平が地区シリーズ第一戦で苦手意識のある相手から放った強烈一発に脚光を浴びせている。米国を2分する東西の人気球団同士の争いを制し、4年ぶり8度目の WS 制覇を果たしたドジャース。第5戦も5点差をひっくり返す劇的な展開で、チームの底力を示すぶりだった。 大谷にとっては、メジャー7年目で初の歓喜。山本義信投手は、メジャー挑戦1年目でいきなり栄冠を手にするというフィナーレとなった。そんな中、ネット上の日本人ファンからは、正直ワールドシリーズどころか、最初のカードで普通にパドレスに負けると思っていた。という声が。そんな中、これはいけるかも、と思わせてくれて。 実際ドジャースに大きく勢いをつけた一撃がこの大谷さんの散乱だったと思うと、大谷の価値ある一発を振り返った。その試合は5日、日本時間6日、日本拠地ドジャースタジアムで行われたパドレスとの地区シリーズ第一戦。初回にいきなり先発の山本義信が3失点したが、大谷が2回の第2打席でパドレス右腕シースから右翼席に散乱を放った。 大谷にとってもポストシーズン初本塁打であり、チームの初得点だった。3回に再びリードを許したが、4回に大谷を含む4安打を集中させて逆転し、そのまま勝利につなげた。レギュルンではパドレス相手に5勝8敗と負け越していただけに、この一発には興奮の声が上がっていた。他のファンからも、これは本当にそう思う、確かに、 すごい空気が変わった。大谷の産卵で勢いづいたのは、間違いない。チームを一気に高めた瞬間。パドレスが一番の難敵だったのは、確か大谷の産卵で希望が見えた。これがなかったらやられてたと思う。といった同感の声が広がっている。